ハンプトン・ローズ海戦、別名モニターとメリマックの戦いは南北戦争中に正規した海戦。この海戦は鉄板で走行された動力軍艦同士の歴史上最初の戦いとして有名であり、アメリカ合衆国海軍の革新的な設計の装甲艦、モニターとアメリカ連合国海軍の装甲艦、バージニアが交戦した。 主要な海戦は1862年3月8日から9日にバージニア州ハンプトンローズ河口付近のシーウェルズ、ポイント沖で行われた。戦闘は2日間続いた。1日目はバージニアの初登場であり、モニター抜きでの戦いだった。北軍の木造艦軍は大損害を受け、その日は南軍の決定的優位のままに終わった。しかしながら、日目にはモニターが到着し、 装甲艦の決闘として知られる有名な戦闘が始まった。明確な勝敗はつかなかったが、海戦士において深い意義を持つ戦闘となった。この戦い以前にはほとんどすべての軍艦が木材を主な材料として作られていた。この戦いの後、船と海戦の様相は劇的に変化した。世界中の国家が自国の艦隊を先を争って鉄製に変えたのである。 なぜなら敵の砲撃に耐える能力において、装甲艦が寄贈感より優れていることが明白に証明されたからである。ちなみにこの海戦で合衆国海軍が被った損害は、真珠湾攻撃に至るまで最大のものだった南北戦争の勃発当初から、合衆国大統領、エイブラハムリンカーンは合衆国を脱退した南部の州を合衆国に戻す計画を実行した。 彼は強力な合衆国の海軍を用い、アメリカ連合国の大西洋とメキシコ湾沿岸を封鎖しようとし、戦争が激化すると封鎖を命じた。コスポート造船所で燃える合衆国軍艦メリマック1861年春、地上兵力主体の南軍はバージニア州ノーフォークに迫り、ハンプトンローズの南側の地域を包囲した。合衆国海軍は、 ノーホークからエリザベス川を挟んだ対岸にあるポーツマスのコスポート造船所を焼き払い撤退した。この際、造船所に残っていたフリゲート、メリマックを含む旧石の船が破壊された。しかしながら、軽率さと混乱のため、メリマックは、喫水船より、上側が燃えたに過ぎなかった。この撤退により、ハンプトンドーズ周辺で合衆国が支配しているのは、 北側のバージニア半島、オールド、ポイントコンフォートの門ー取りでのみとなった。海峡は北に向かって狭まっていたが、本土の門ー取りでは、海峡の南にある人工島の軍事基地によって補佐、されていた。ノーフォークの占領は、南部連合に、唯一の大型造船所と数千の重火器を与えた。南軍准将、ウォルター・グウィンは、 ノーホークを守り、ハンプトンローズを制するという二つの目的でシーウェルズ、ポイントに砲台を建設した。合衆国は封鎖を実行するために木造軍艦の艦隊をハンプトンローズに急破した。羊毛砦とモンロー取は、ハンプトンローズからチェサピーク湾と大西洋という二つの経路でしっかりと結合していた。しかしながらジェームズ川とエリザベス川という内陸の 水路は連合国海軍が制していた。小競り合いはあったが、どちらの海軍も相手を打ち負かすことができなかった。1861年の残りと1862年の序盤を通じて、降着が続いた。装甲艦とは、防御のために厚い鉄板で覆われた軍艦である。世界初の装甲戦艦、フランスのラグロワールは1859年に浸水していた。とはいえ、 船に装甲を施すために鉄を用いることは南北戦争初期の北米ではまだ発展途上の技術であった。1862年の初め、合衆国と連合国の両政府は共に敵型が大船舶用の装甲艦らしきものを作ろうとしていることに気づいた。スパイたちが情報を送ってきたのだ。 双方は新技術で優位に立つことを絶望し、また相手が先に完成させることを恐れた。合衆国と連合国による最初の装甲艦は、現代の軍艦との比較において、非常に奇妙な外観をしており、そしてまた互いにも随分と違っていた。ハンプトンローズへと歴史的な出航を果たした時、どちらの艦も、それぞれの設計者からすれば、甚だ不満足な状態にあった。 バージニア1861年、北軍はバージニア州ポーツマスのゴスポート造船所から撤退する際にメリマックを焼却処分した。しかし、艦は喫水船までしか燃えなかった。連合国の下で造船所はその焼け残った船体を上部構造を減らして再建し、鉄板で折った。1862年2月17日。 南軍は同会をバージニアとして再収益させた。鉄板の装甲が敵の砲火の威力を無効化すると考えて、バージニアの設計者は艦に昇格を装備した。完成を目指す全力の努力にもかかわらず、バージニアは出航時にまだ偽装員を乗せていた。そして通例の海上公務または航海訓練をしないまま大急ぎで軍部に着いた。モニター。 モニターは全く新しい設計に基づいた。そしてリンカーン大統領の指示を受けたプロジェクトであった。ジョン・エリクソンによるユニークな設計は、斬新な11インチダールグレン式格好法に、連装の旋回砲塔を特徴としていた。こちらも、水上への露出部分は低く、敵から見えるのは、甲板のごく一部と、砲塔だけであった。モニターの船体は、ニューヨーク。 ブルックリンのグリーンポイント区にあるコンチネンタル鉄工所で組み立てられ、そこで1862年1月30日に浸水した。還元を増すために走行は本来の設計より減らされなければならなかった。だが、走行を減らした場合でさえモニターの還元はたったの14インチに過ぎなかった。ハンプトンドウズ回線の状況を示した。 地図戦闘が始まったのは1862年3月8日の朝、連合国海軍の大きくやや扱いづらいバージニアがハンプトンローズに動力航行してきて、北軍の封鎖を打ち破ろうと行動を開始した時であった。フランクリン・ブキャナン艦長に指揮されたバージニアはローリー・とビューフォートに援護され、なおかつパトリック・ヘンリー・ジェームズ・タウンに随反されていた。 バージニアの昇格攻撃を受けて沈みゆく合衆国の寄贈艦カンバーランドバージニアは北軍の船体へとまっすぐに向かった。距離がカンバーランドから1マイルを切り封鎖船と陸上砲台のすべてが砲火を開いた時攻撃を開始した。バージニアはカンバーランドの喫水戦火に昇格攻撃を加え同艦を即座に撃沈した。水上にある限り その砲座は大きく打ち続けたとブッキャナンは勇敢な敵を称賛して報告している。ブッキャナンは次に艦をコングレスの方へ転じた。カンバーランドに起きたことを見て、コングレスの艦長は艦を浅瀬に座礁させるように命令した。この時までには、ジェームズ側の船体が到着し、コングレスを攻撃するバージニアと合流していた。この状態が1時間続いた。その後、 ひどく損傷を受けたコングレスは降伏した。コングレスの乗務員の生き残りが艦から退去する間、北岸にある合衆国の砲台はバージニアに対して砲撃を開始した。報復としてバージニアの艦長はコングレスにレッド、ホット、ショットと小夷弾で砲撃を加えるよう命令した。コングレスは南軍の総交艦による砲火が弾薬庫を爆発させたことにより、 爆沈した。バージニアもまた損傷した。カンバーランド、コングレス、そして沿岸砲台による砲撃が煙突を穴だらけにしたため、元来の遅かった速度がより落ちたのである。二門の方が使用不能になり、装甲板は数枚が剥落した。一方、ジェームズ川召喚隊は、戦闘に参加するべく問答取り出を出て座礁していた。ミネソタに注意を転じていた。 バージニアは、コングレスの降伏に対処した後、損傷にもかかわらずジェームズ側小艦隊と合流した。なぜならばその深い喫水のため、バージニアは、深刻と言えるほどの損傷を受けることがなく、そして、暗闇が砲撃を効果的に行うことを妨げていたからである。バージニアは、翌日に再来して、北軍の艦隊を全滅させることを目論みつつ、引き上げた。 夜の間は南軍が正解権を持つ水域に退いたのである。この一日はまさしくバージニアの独占場であった。とはいえ損失がないわけではなかった。昇格の一部がもぎ取られて傷ついたカンバーランドの横腹に刺さったまま失われた。バージニアが沿岸砲台から撃たれている間、ブッキャナン艦長はマスケット弾によって大腿骨を折った。彼は この負傷により、ケツ・ビー・アール・ジョーンズ副長へと艦の指揮権を委譲することを余儀なくされた。ブキャナンの足は後に切断された。連合国海軍長官、スティーブン・マロリーは、連合国大統領ジェファーソン・デイビスへの手紙で、この戦闘のことを一下のように書いている。合衆国海軍にとっては恐ろしい、そして指揮をくじかれるツ日だった。 夜遅くに、ジョン・エル・ウォーデン大尉が指揮を取るモニターが、ハンプトン・ローズに到着した。こちらの装甲艦は、味方の艦隊を保護し、バージニアが北部の都市を脅かすのを防ぐために急がされて、来たのだった。戦いの数勢は、心臓艦モニターのかつてないロークと時を得た到着に、かかっている、ジョン・エーダール・グレンは総評している。翌朝、 すなわち1862年3月9日、困難な修理の後で、バージニア座礁中のミネソタにとどめを刺すべく、再出撃した。その旅程は新たに到着したモニターによって阻止された。戦闘が1時間、主に至近距離で行われたが、決着はつかなかった。小型で便称なモニターは、バージニアを翻弄できた。しかしどちらの艦も相手に、 致命傷を与えることができなかったのである。最終的に戦場を占有したモニター及び合衆国艦隊の残りを後にしてバージニアが退却した。どちらの側も勝利を宣言した。戦術的な戦いは決着がつかなかったとはいえ戦略的にはバージニアは北軍の封鎖を除去できなかったし戦略的バランスは北軍優位のまま変わらなかった。二隻の艦が どちらも、機能不全だったにしろ、モニターの方は、バージニアの方と比べて、かなり強力であった。バージニアが、かろうじてモニターの走行を凹ませただけなのに対して、モニターは、バージニアの装甲板に数箇所のひびを入れた。攻撃の際、モニターの砲術員は主に鉄鋼弾を使って、バージニアの上部構造を狙った。設計者エリクソンは、それを聞いた時に激怒して叫んだ。 もし彼らが榴弾を使い起死水戦を狙ったならば、バージニアは容易に沈んでいただろうに、と。総攻艦同士の熾烈な交戦続く2ヶ月の間、モニターを先頭に引きずり出すべく、バージニアは数回の短生出撃を観光した。大抵の日、バージニアはクレーニー10日、シーウェルズポイントに向けてエリザベス側をゆっくりと動力高校で下った。 ハンプトン・ローズの向こうには、南軍の船をモンロー取の方へおびき出そうと、モニター及び莫大な数の艦船が待ち受けていた。北軍の計画は、バージニアを、都合の良い水域に引き付けることであった。モニターはどうしても避けようがない場合を除いて、戦いに参加しないよう、大統領命令を受けていた。合衆国海軍省は、バージニアを倒すという支給の目的のため、 数隻の大型蒸気船を沈着していた。バージニアが海に乗り出してきたところを水面ギリギリの甲板の両端に大型蒸気船で乗り上げ、そして望む楽はそのまま沈めてやる。そういう計画であった。バージニアはモニターを戦いに誘い出すために二度、ハンプトンローズ侵入を勧告したが、大統領命令のためモニターは挑戦には応じなかった。 予期されていた海戦は現実化しなかった。モニターとバージニアの対決は二度と起こらなかった。この戦闘に関する海戦思想上の広範な印象がベラクルーズから発せられた USS ポトマックのレビン m パウエル艦長の所簡によって次のようにまとめられた。戦闘後のモニターハンプトン・ドーズ海戦の後ではどちらの艦も戦争で大した役を果たすことはなく、 1862年まで生き残った。ハンプトンローズを囲む土地での選挙区は、南軍にノーフォーク地区を見捨てることを強いた。1862年5月10日、ノーフォークとポーツマスから撤退するとき、バージニアの士官と平和2の3の選択とともに残された。連合国の首都、バージニア州、リッチモンドまでジェームズ川を走行するにはバージニアは、 疾水が深すぎることを、そしてこの退却を確実に予期している、モンドを取り出から派遣されて待ち受ける北軍の艦隊を、やり過ごし、ハンプトンローズをうまく脱出するチャンスがほとんどない、ことを、ジョサイア・タットノール司令官はよく理解していた。露角されるのを防ぐため、1862年5月11日の早朝、タットノールは、バージニアを、 クレーニー島へ格差させて火を放つよう命令した。約1時間にわたって、猛烈に燃えた後、炎は弾薬庫に達し、艦は大爆発と共に破壊された。1876年5月30日、戦後10年以上経って、バージニアの廃船隊が引き揚げられて、ノーフォーク海軍造船所に運び戻され、解体された。総工版、怒り。 法王を含むバージニアの一部分はポーツマスのノンフォーク海軍造船賞及びニューポートニューズの海援博物館に展示されている。バージニアの怒りはリッチモンドの南部連合博物館の正面の芝生に鎮座している。反逆の怪物メリマックの爆破時ンモニターはモニター館の原型となった。河川用モニター館を含む 多数の後継艦が作られ、ジェームズ川とミシシッピ川において南北戦争の鍵となる役割を演じた。しかしながら、その設計が河川での戦いに非常によく適合していることは証明されたが、低い船体と思い砲塔は荒い海での高校性能を貧弱にする原因となった。1862年10月、ノースカロライナ州、ハッテラス、三崎沖で、 元祖モニターを早い最後に導いたのはおそらくこの特徴である。1973年残骸が見つかっている。有名なハンプトンローズ海戦で南軍が使った軍艦の名前は混乱を招き続けている。この艦は南軍によって再建されバージニアとして最終駅させられたのだが北軍はこの南軍総攻艦をむしろメリマックという元の名前で呼ぶことを好んだ。 北軍が南北戦争に勝ったためだろうが、アメリカ合衆国の歴史は普通北部支店で記録されている。しかし、少し経って一般に使われる名前が語尾の形を落とすことにより短縮され、だからして、ザ・バトル・オブ・ザ・モニターザ・メリマックとなった。どちらの綴りもハンプトン・ローズ地方でいまだに使われている。この南軍総交換のために鉄を算出した場所に、 ほど近いモントゴメリー郡にある小さな地区が今ではバージニア州メリマックとして知られている。そこで採掘されて走行艦を鎧った鉄がポーツマスのノーフォーク海軍造船所に展示されている。他の破片はニューポートニューズの簡易博物館とリッチモンドの南部連合博物館に展示されている。ジェームズタウン博覧会は数ある世界博の一つで20世紀序盤の 合衆国では有名な博覧会であった。それは、ノーフォークに近いハンプトンローズのシーウェルズポイントで1907年4月26日から12月1日まで模様された。ジェームズタウン入植300周年が祝われた。最も知られたアトラクションの一つに、ハンプトンローズ海戦の再現があった。モズオメリマックイコールモニターの外観はかなり軍艦らしく見えた。中身は、 海線の様子をぐるりと並べた展示室になっていたのだが、1992年、バージニア州の陸運局は4.6マイルのモニターメルマック記念橋を完成させた。週間道路664を通す。この重要な連絡路は、ハンプトンローズの有名な走行艦の激突が起きた場所のすぐ近くを横切っている。長さ4800フィートで4車線のトンネル。 二つの人工ポータルアイランド、そして3.2マイルの橋脚を含む、この橋の建設には400万ドルが投じられた。北へ行く際には、歴史的海戦の舞台が、絶好の眺めである。大陸砲で人知れず111年間の眠りを、貪さぼった後、モニターの残骸は1973年に科学者のチームによって探し出された。船の残りは、 ハッテラス岬の16マイル沖合い、深さ240フィートの比較的平坦な海底の砂地で見つかった。モニターの船体は、砲塔が下、甲板が上、つまり上下逆さまに横たわっていた。1987年、その場所はナンパ事故としては初めてアメリカ国定歴史建造物に指定された。モニターの状態悪化のため、 残っている重要な人工物と船本体をすぐに回収することは不可能であった。それ以来、新技術を用いて何百もの壊れやすい人工物が回収され、注意深くハンプトンローズに運び戻されている。USS モニターセンターはニューポートニューズのマリナーズミュージアムでは人気がある。ありがとうございます。